ワシントンで開かれた TPP の日米閣僚級協議は、農産品ご項目の関税などで溝が埋まりませんでした。事務レベルでの協議は続けられますが、来週の日米首脳会談での大筋合意は困難な情勢です。一定の前進はありました。しかし、まだ距離は相当あります。あま担当大臣は。 協議について一定の前進はあったと評価しましたが目指していた成果を上げられなかったという認識を示しました焦点の農産品5項目の関税について合意に至ったものはないということです週明けに事務レベルでの協議を再開しますが牛肉や豚肉などの関税や自動車の安全基準などの問題をめぐってまだ隔たりは大きく24日の日米首脳会談での大筋合意は先送りになる見通しです